松本若菜、松村北斗、西恩寺さんは、家事をしない、成功の秘訣は、海の始まり。との設定かぶりと視聴者を引きつける家族間の明らかな違い松本若菜、40。主演、ストーンズ、松村北斗、29が、相手役の連続ドラマ、西恩寺さんは家事をしない、TBS 系、火曜夜10時の第10話が、9月10日に放送される。3日放送の第9話では、横井、津田健次郎、53。 の昆布と鰹節を人生に例えた超セリフが視聴者の間で話題になった。同ドラマは、日浦悟氏の同名コミック、講談社が原作。家事嫌いのサイオンさん、松本が、シングルファザーくすみ、松村と娘るか、倉田明ま4と義家族として暮らすハートフルコメディー。メグロレン27主演の月級ドラマ、海の始まり、フジテレビ系との設定被りが注目されていたが、 最近はスタンスの違いがますます明確になってきている。第9話は、ついに、くすみへの特別な思いを持っていることを自覚したサイオンジさん。このまま横井と付き合い続けるわけにはいかないと、別れを切り出す。簡単に諦めることはできない横井は、くすみへの思いを消してみせると宣言。そして、サイオンジさんとくすみが働くベンチャー企業、カジレス Q と横井のコラボのラストを飾る企画として、 レスキューメンバーとの一泊でのグランピングを提案する。一方、サイオンジさんと横井さんが結婚するかもという噂を耳にしたくすみは、動揺して空気の読めない謎の発言と行動を繰り返し、サイオンジさんを怒らせてしまう。そんな中、サイオンジさんの不公平、浅野和幸70が手術をすることに。急遽病院に駆けつけると、父に付き添うサイオンジさんを置いて、くすみと横井はグランピング施設へという展開。 視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、月のつながりに執われて全員が苦しんでる月曜9時と、血のつながりはなくとも支え合うことができるのではないかと説いてくる火曜10時。ここまで違うように描かれると考えさせられる、など、本作と、海の始まり、と比較する声が多かった。